この近くだ。なんだ、海の親であるこのわしを。よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う、ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど、俺たちより前のタイプか。16号だと？16号なんて俺は知らないぞ。あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。はい。ですが、あのでかい16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった、あんなやつ。どうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ、今さっきな。え？さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ？まさか悟空地に行くつもりじゃ。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。カカロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。Thank you.
雑魚どもか。覚悟はいいか。やり合えるとはなかなかだ。俺一人で片付けてみせる。ダッハッ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 。ザコどもか、やたら長い道路だ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ、ガキか女かデクノボーか、それとも3匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。大丈夫ですかベジータさん。ちっ、もう来やがったか、鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。仕方ない、お前たちの相手は俺がしてやろう。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん、言っておくが俺は女だからといって手加減はせんぞ。と言っても人造人間だ、女じゃないか。今のは全然本気の一撃じゃなかったね。当たり前だ。いくよ。どこ見てんの。孫悟空って男はもっと強いわけ。俺の方が上だ。なんだ、大したことないんだね。どっちも。行くよ。
思ってもみなかったよ。あんたがここまで戦えるなんてさ。頭にくるぜ。ケロッとしてやがる。でももう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。心配するな。どいつもまだ生きている。早く仙豆ってやつを食わせてやるんだな。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふーん、あんたってガキっぽいよ、17号。そうか。別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待って、待ってくれ。なんだ、何か用か。お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ。なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ、人間では。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。死んでしまう。じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。先祖のことを知っていて見逃したとは。俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、思うんじゃない。放っておくんだ。やつはスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。
フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった。か、はっきり言うぞ、孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、奴をどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。で、ピッコロはどうするつもりなんだ。さあな。どうしたんだピッコロのやつ。あっちの方角は、そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだその最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち、さあな、思い当たらんが、何があるというんだ。神様ん家だ。神様の、どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え、そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。分かった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。無理するなか。本当だよな。今度ばっかり。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。よかったら未来のことを聞かせてくれ。あまり話したくないなら別にいいけど。そうですね、あまり楽しい話ではありませんからやめておいた方がいいと思います。よかった、弱そうな敵だ。なあ、はあ、何？ああ、やだね。いや、うん。え？あの、え、それでは。なんだ？
早く行かないと。よかった。弱そうな敵だ。よかった。弱そうな敵だ。
の。ありがとう。いえ。そうですね。なあ。あの。ええ。そうか。なあ、ありがとうございます。ええ。これも。
そこが悟空の家だ。よっ。こんにちは。あんれ、誰か来たと思ったらクリリンさんけ。おら、てっきりごはんちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんれ、おめえは誰だ。初めて見る顔だべ。どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった、心配したぞ。あ、ヤムチャさん、悟空はあれからどうなりました？大丈夫だ、薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか、お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ？新手のもっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。よし、大体詰め込んだぞ。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ、どうしてみんなが。何かあったんですか？話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ？前にも言ったろ、それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよ。ねえ16号、あんたはなんか知らないの？東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか？そうだ、飛んでいけばほんの数分で着く。だよね、あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ、その無駄が楽しいんじゃないか。17号、あんたってほんとガキだね。もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンすけど。クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが。どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。苔とかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るから
ちょっと見てくれない？これは、間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。世界の人口はたったの数万人にまで減ってしまいました。そんなに。よかった。僕がやっつける弱そうな敵だ。俺が頑張らないと。マンゴーがあるなんて。この先に行っても仕方ないか。
人造人間たちに破壊させはしない。この辺りのはずです。探しましょう。あれですね、トランクさん。本当にタイムマシンだ。あ、ブルマさん。来たわね、二人とも。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。じゃあ俺のタイムマシンを出してみます。見てください、これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに2つとも同じもののようですね。でもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけど。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは分かりません。ですがこのタイムマシンの中に、これ何かの卵よね。一体何が。おかしいのはこの卵だけじゃないんです。え、中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。な、何よ。同じ時代だったんでしょ。それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後。そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。あ、うん、この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が、何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは、俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。なんだろう、あれ。どうしたの。いえ、あれは何かなと思って。ああ、何よこれ。抜け殻ですよ、これ。ひえ、抜け殻。こんな大きなセミみたいなのが。多分こいつがタイムマシンに残っていた卵の中身。ええ、それが成長して抜け殻から出た。しかしどうやってこの時代へ。誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する。はい。だったら早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。一体何がどうなっているんだ。わからない、さっぱりわからない。ご飯たちが発見した謎の抜け殻、
それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。まさかあの場所へ行く時が来るとはな。覚悟はいいか、神よ。 That's right. Very well. I will lend my body to you. Kami! I'm going to be the base. Got it? Indeed. I will provide you with nothing more than a power boost and my vast knowledge. Once on the surface, head to Ginger Town.There's a monster there wreaking havoc. You'll learn all the other details once we combine, as you will have access to everything that I know. Got it. Thank you for everything, Mr. Popo. Farewell, Kami. Please, don't die. I am neither Kami nor Piccolo. I am a Namekian who's forgotten his true name. Right, I'm off.
Something. This thing that's killing all these people. Poor, what could it possibly be?